はい、エルカチャンネルのショーです。車に取り付けてるドライブレコーダーなんですけど、3月ぐらいに確かつけたかなと思います。もう半年以上使ってるんですけど、今のところ特に問題もなく動いています。まあ、たまにですね、録画ができてない時もあるんですけど、まあそのくらいは多めにいいかなと。常時録画にしてるので、そっちの方が撮れてない分は別に問題はないんですよね。肝心な方がですね、撮れてはいるので、まあいいかなと思ってます。ただですね、問題が一つあります。 SD カードの差し込み口が場所がちょっと悪くて、今乗ってるこのムーブではちょっと面倒くさい感じです。とりあえず見てみてください。エルカチャンネル。はい、今こんな感じなんですね。カメラ越しだとですね、反射して全然見えないんですけど、今後ろが映ってますね。そして正面が映ってます。ほんとこのモニターのところに関しては特に問題はないんですけど、こちら配線がこの上に全部あるんですよね。そして SD カードがこの配線とこの配線の間のここにあるんですよ。でムーブがですね、このルームミラーのこの部分の空間が全然ないんですよね。余裕ゼロです。なので何かあった時に SD カードを抜く時は、ドライブレコーダーを固定しているこのゴムをですね、片っぽ外して配線を1個取ってから SD カードを取ってます。非常に面倒くさいです。ここの上がですね、空間がもう少しあればなぁと思ってるんですけど、普通ならもう1回取り付けたら本当そうそう取ることはないと思います。俺はですね、もうYouTube の撮影とかに使いたい時に抜いたりするので、取り外しが多いんですよ。いやー困ってます。なのでこれがどうにかならないかなと思って探してみました。エルカチャンネル。 Amazon の方で探してみたらですね、ありました。こちら SD カードを延長できるやつです。延長できるやつないかなと思ったらありました。使う用途がですね、 3D プリンターを使われてる方々が買ってるみたいですね。ドライブレコーダー用ではないみたいなのですけど、使えてる人は使えてるって書いてあったので、ダメ元でやってみたいと思います。言うほど高くはなかったので、まあダメならダメで諦めがつくかなと。早速やってみましょう。エルカチャンネル。さ、配線を外しますので、一度電源を落としました。それでは固定してるゴムを外してちょっと傾けます。これだけ外そうかな。そうしてやっと SD カードが取れるんですよ。なのでこの延長するやつがなかったらですね、まあ諦めてたんですけど、最悪このドライブレコーダーの取り替えも考えました。SD カードの差し込み口が下になってるやつとか、まあ、横になってるやつとかがあればそっちがいいなと思って、それでは回収しました。エルカチャンネル。はい、こんな感じですね。こちら側がドライブレコーダーに挿す方のやつですね。で反対側が SD カードを差し込む方です。結構長さがあるんですけど、まあこれ用ではないのでしょうがないですね。つけてみたいと思います。それでは、止まりました。そしたらですね、こっち側に SD カード入りました。ではエンジンかけてみたいと思います。
エラーが出てますね。メディアを検出していないとかなんか出ましたね、今。あ、しまった。配線もつけてなかった。SD カード読み込んでますね。さっきは配線をつなげてなかったからかな。ちゃんとここに SD カードのマークが出てるので大丈夫でしょう。エルカチャンネル。ドライブレコーダーは固定しました。では今このダランとしているこちらをですね、どこかに隠したいなと思います。なおかつ隠してすぐ取れるような状態、この SD カードがですね、にしたいんですけど、結構な長さがあるので、ここら辺通してこっちに持ってこれるかな。長さ的には十分足りるのでいけるんじゃないかな。延長のやつを天井の方に通してみました。このミラーの固定してたりするとこのカバーのとこからですね通して、でこのルームライトのとこの上を通って、このオーバーヘッドコンソールのとこに持ってきました。ちょっと通すときに無理したんで壊れてないといいんですけどね。ちょっとこれで一回エンジンをかけてみますね。SD カードのマークが出てるので大丈夫そうですね。そしたらこの線を傷つけないように元に戻していきたいと思います。エルカチャンネル。無事元に戻しました。今のところ不具合は出てませんね。少し近所を走って車の振動とかで何も起きないか様子を見てみたいと思います。はい、戻ってきました。見てる分には特に問題はないように思えたんですけど、今から SD カードを抜いてみてパソコンで確認したいと思います。はい、ということでですね、これからはドライブレコーダーの映像を使って様子を見ていきたいと思います。今走ってる道はですね、結構ガタガタしてるんですけど、特にこれといったことは今のところ起きていません。映像が途切れたりとか SD カードを検知してませんとか、そういうのは出てませんね。今一回電源を切ったんですけど、もうまた全然普通に問題なく立ち上がりましたね。エルカチャンネル。それでは今までだったらですね、最初の方にも言いましたけど、これを外して外してうーってやってたんですけど、今日からはこっちですね、こっちを開けてここにある SD カードを抜いて、まあ慣れないと片手だとちょっとやりづらかったですけど、はい、これで OK。 エルカチャンネル。はい、ドライブレコーダーの SD カード、これで悩んでいた問題が解決しました。よかった。ということで今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。